やっぱりとても今時の女子高生という感じを受けてこうキャピキャピッとしたこうなんかまあまっすぐではつらつとしてて明るくてという印象を受けたのでやっぱりその女子高生らしい若い感じは大切にしたいなと思いました。 なつきちゃんの方がなんかもっと女の子らしいというかなんか本当に絵に描いたような女の子だなと私は思ったんですけどなんかこうなんだろう本当に結構いろんなことを楽しむのが上手だったりとかそういうのは、うん、なんか女の子らしいなと思ったりでもなんかちょっとした積極性だったりとか。 積極的なのにこうドキドキしてしまったりとかっていうのは結構似てるんじゃないかなと思ってみたりでも私より全然女の子らししいいなと思いました演じてて自分で自分のことっていまいちよくわかってないのであれですけど、はい、もしかしたら、うん、近いかもしれないです。 私は止めると思います <laughs> やっぱり今回の,あの出来上がった映画も見てあやっぱり危ないなと思ったりあのもちろんなんかそういうことに命がけでこうなんかね熱中できるっていうのはとても素敵なことだしそういう男性って多分すごく魅力的なんだと思うんですけど多分身近にいたら止めると思います。 はい、好きですドライブとか連れててもらうの好きですあの峠とまでは行かないですけどやっぱりあの山の方に行きたいなと思います山派ではい私は庵野も子さんとか七々桐子さんとかの漫画がとても好きでよく読んでるんですけどあの なんか映画その日本の映画の雰囲気独特の雰囲気ってあるじゃないですかちょっとひんやりしてるようなに近いなといつも読んでて思ったりとてもなんか映像,映像に近いなという印象を受けるので好きなのとあとなんか女性だったりのこう複雑な心境とか。 心の動きがとてもあの細かく描かれているので私はとても好きです、えー、ぜひ、映画化されることがあったら見に行きたいなと思うのもう含めて,含めて <laughs> はいどこでしょう 個人的にはやはり下北沢とか好きですけど日本あまりでも日本らしいかっていうとそうじゃなかったりもする街なのかなと思って見たり結構日本らしさを持ってる街ってあんまりないですよね。どこだろう、浅草とかもう私は好きですね、花屋敷と もちろんレースのシーンもとても迫力があってとてもかっこいいんですけどあの匠くんを中心とした例えば匠くんとお父さんの関係だったり友情だったり真菜月ちゃんと匠くんのこう初恋のようなちょっとドキドキした感じだったりあと匠くん自身の成長だったりというものもとても大切に描かれているのでなんかそういう面もあの見どころの一つなんじゃないかなと。 イニシャル D 多分もう映画館であの見てくださった方も多いと思うんですけど DVD だとさらにあの何回も見たりあの細かいところまで見ていただけると思うので是非何回も何回も友達とか恋人とか家族とか皆さんで見ていただけたらいいなと思います。楽しんでください